はようございます。おはようございます。おはようございます。今回はすごいですよ。はい。釣り岡、船ゲットしました。おし、船。おし、来ましたよ。宗男さんが前アルミボートゲットした時以来。以来、船。しかも、でかい。でかい。でかい。でも、うん、ちょっと。ちょっとだけ釣り動画であって、はい、あの買ったわけじゃなく自分たちのものってわけでもないけど、うん、この間ここに遊びに来て、うん、あのレンタルボートに乗ろうとしたら、はい、社長が現れて、はい、宗男さんの船場用意したけんっていきなり突然言われて、はい、どれだろうと思って、うん、あれあれって言われて、うん、その船があちらです。ちょっと写真も貼ろうかな、はい、むちゃくちゃでかい。ただあの遊漁船とかで使うぐらいの船で、なんか突然あれを見せられて、宗男さん用に用意したけんって言われて、でかすぎてわけわからんやったもんね。うちが自由に使っていいって。ありがたい。別にレンタルボート用とかそんなんじゃなく、ただただうちが自由に使っていいんだって。なんということだって。なんてことでしょう。でちなみにここの周辺ね、ここの決まりで、あの橋までとこっちの島までって決まってんだけど、はいはい、どこ行ってもいいって言われてた。あのレンタルボートじゃない。じゃない。そう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 、商売じゃないから。本気出したら五島まで行けるよって言われて。そうそうそう、どこでもいい。だから、いつもね、昔行ってた島、はい、あの一回さ、いろは廃線コラボの時にさ、島渡れなかったって言ってさ、はい、看板書いてあったから俺ら行けないって言ってた、はい、よく行ってた島、もう行けなくなっちゃって悲しかったけど、あの船、その島まで行けるからっていうぐらいでっかい船をゲットしたっていう言い方は語弊があるかもしれないけど、ご好意で好きに使ってくれっていう、はい、で、今日、まあ、いつも釣り岡って3人体制でやるけど、あれ完全に運転専門がいるからさ、そうでカメラいるやん、はい、釣り1人になるやん、はい、だからあの山メンバーの来ちゃった土平日にね、土平日に山ラインで、はい、明日釣り来たい人誰でも来ていいよって、まあ、でかいからね、はい、誰でも来ていいよって言ったら速攻で仕事休むそんな感じなので、はい、あのでかい船 でちょっとまずは怖いから、はい、あのレンタルボートで行ける限界の場所まで行こうと今回そうで、ね、で次回あたりからちょっと遠くも挑戦しようかな、あれは練習でね、で、うん、1人だけだったら危ないから俺も途中で練習に乗ったりとかしようかなと思って、かっこ仮だけど、ついに船ゲットしました、釣り岡さん、かっこ仮ただご好意でお貸しいただいてるという、本当、はい、ありがたい。じゃあ行きましょう、行きますか、行きましょう、準備します。はい、みなさんご機嫌いかがでしょうか、釣りは世界を救うでしょうか、そんなことより見てみませんか、釣り岡でしょう。教わったですか、宗男さん。教わったよ、教わった。完璧ですか。もう完璧、あのガチャってしたら進む。おし失敗やなじゃあ初出航行ってきます、はい、行ってきます、行きます。大丈夫ね、宗男さん。おお動いてる動いてる。行ってきます、行ってきます。お参ります。なんで俺前で運転してるすげえすげえ。ハガツオが釣れてるってね、なんか言ってましたね。トップで出てるかもしれないですね。あ、そうね、名札探してもいいかもね。この前で操船っていうのも面白いですね。なんかめちゃくちゃ新鮮な、新鮮よね。いつも宗男船の時は宗男さんあんま喋ってないけんですね。そうね、行きますか。よっしゃ、行け行け、レッツゴー。第一のポイント来たよ。ナブラなかったっすね。しますか。ジグ投げ。どうですか、宗男さん、船の具合は。安定感は。安定感がある。ナブさんでしょ。バッチシ。バッチシ、安定感。安定感バッチシ。あ、緊張するね。
してみた。キャストする感じ？キャストした方がいいと思う。稲葉！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 稲葉さん、ゴルフ以外なんもできん。ハラクラジグ 60g。 はい、稲葉さんはキャストするような釣りはしたことないですよね。そうなんですね。じゃあ、ちょっと近づくよ。ダブル船長やけんね。ダブル船長しております。稲葉さん、わかりますか？まあ、エギングで投げたことあるでしょ。はい。まあ、今胸つきがってくれよ。OK。 投げる投げる。お好みで沈めるか沈めないか、お好みで。お好みで僕は沈めてみましょう。はい。振りながら待つ。ワンピッチじゃん。これ投げていいの？投げていいよ。せーの、いくよ。おー、まあまあ上手。竿ごと投げそうね。でもどこ行った？あ、これいかん、ライン中。あ、稲葉さん、ワンピッチジャークで。ワンピッチジャークで。ワンピッチジャーク、ワンピッチジャーク。さっき習ったじゃないですか。一回尺って巻く。はい。あ、ちょっと沈めて。ちょっと沈めるじゃい、一番下まで沈めるじゃい。一番下まで行く。お好みです。お好みで。投げてーって。どこ行ったの？どこどこどこ？全然違う方向見よったですね、稲葉さん。全然違う。ね、こっながら。バーバー。はい。どうぞ。はい。もう巻き始めて。お、来た来た。ナイス。これ青物。お、青物だな。なんだ？あ、なんか軽くなった。あ、でもなんかね、青物っぽいよ。なんかついてる。お、稲葉さんも来た。ナイス。あ、いや、青物だ、青物。青物。湧いとる湧いとる。カツオやったりせんかな。いや、多分ヤズとか。ヤズ？稲葉さん頑張れ。頑張れ。稲葉さん、もっとゴリゴリ巻いて。そんな大きくないと思います。来た？青物、青物。そう、なんやなんや。何の青物や？練り子やったら美味しいぞ。練り子とかそっちのはず。あ、そう。リッパーおる、リッパーおる。シーラ？イサキ？イサキ？あ、イサキだ。イサキ、イサキ。お、いっぱいおる。違う違う違う。練り子っぽい、練り子っぽい。めっちゃおる、めっちゃついてきよ。練り子、練り子。やったー、練り子。稲葉さんはどんぐらい？どんぐらいですか？しゃー、いっぱいおったね。あ、ほんとや、ほんとや。練り子や。大量におる。練り子やったぜ。めっちゃ見た、練り子も。こういうもん、練り子かな。練り子、練り子。おー、練り子や。ナイスー。ちょっとぜ、やったぜ、やったぜ。稲葉さん、初青物やね。いや、ほんと練り子。うわー、すげー。じゃあ、一緒に練り子もと、うん、カンパチの子供。おい、見て、バラエテコーミスってやつ。うわー、ガンして。でも、ちっちゃかね。うん、でも、練り子は練り子。青物、青物、はい、ナイスだ。やったー。のクーラー飲み物専用。あのまで持ってきた。またリーダーマカンバー。今日3回目や。いや、でも幸先いいですね。練り子。練り子やつも来そうな気がする。どう？なんか練り子で一品釣れたらサイズ。あんぐらいずっと。うん、いや、なんか海とか。あ、ね、そういう意味でね。あ、それはありそうね。ヒラマサとかね。あ、投げ、今投げれるの稲葉さんしかいないけど。うわ、してくださいね。責任重大。
て。もう一回来るよ。初音さん早かったね、初音さん。早かったよっしゃ。いや、胸くんが投げてくれたけど、多分大丈夫。どこにでも投げるよ。どこにでもおるよ。行きますよ。後ろだけ気をつけてね。後ろで。どこ行った？さあ来るか。見て。後ろめちゃくちゃついてきようですね。びっくりしたよ。10匹ぐらいです。はい、チャーイ、よし、竿持ってる、当たった後にまた下がったよね。竿持ってる稲葉さんより早く気づいたよ。多分稲葉さんより先に置いた旗気づいてたよ。おって言うたもん。したらもう一回シャクリンさんと一気に合わせになったですね。巻いて巻いて、さっきより重い、外れた、あれあれ、連れがかりじゃない、惜しい、惜しかったね。まだおるよ、まだおるよ、まだおる、まだいけるよ、はい、行こう。さっきのしゃくり方でちょっとゆっくりとかして、ちょうど正面もできてる剣とかなんですかね。ちょうど、ね、今正面がめっちゃ浅いところで、ドーンってで正面もできてる、おーナイス、当たったね。もう一回来る、もう一回来る、あ、もうついとる、ついとる、ほら来た、ついとる、ついとる、はい、ドーン、大量大量、重たいよ、頑張れ頑張れ、重たいよ、さっきから重たい、さっきから重たい、重たい、さっきより、稲葉さん自分が釣ったのが美味しかよ、重たいよね、上がってきてよ、持って巻いて、もう捕まえて、もう捕まえて、もう捕まえて、寄せて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 、こうやって模様が入ってるのが模様、カンパチ練り子ですね。ハチ、ハチって書いちゃう、うん、漢字で上から見たらハチって書いちゃう、そう、はい、ういー、やったー、アラカジグは釣れますね、あざーす、稲葉さんのワンピッチジャークが効いてるもん、いける、ワンピッチがいいのかな、なんかすね、それのホールの時に大体なんか、よし、俺ももう一丁作って4つ目のセッティングしよう、つうか俺これでよか、あ、ジグついてる、真下にもいそうですもんね、お、来た、ナイス、あ、バレた、まだ来るよ、まだ落とし直して、あ、来た、ナイス、おー、結構シナリオラン、結構しなったな、でも多分あんま変わらない、同じくらい、あ、当たりやる、ナイス、おー、ナイス、いっぱいおるぞ、おー、ナイス、いっぱい、ナイス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 、泳がせのつき方、泳がせのつき方、はい、はい、上がるか、よいしょ、オッケー、元の位置戻ります。はい。あ、はい、よし。俺のも、はい。イエーイ。イエーイ。イエーイ。ちょっと、忙しか。あれでイエーイ。楽しかね、こんだけ釣れると。連発すると。ね、はかぶしたかね。いいですか、うん、あ、ちなみにみんなあらかじぐです。はい。ただ、ずっと売り切れてずっと買えたけど、60グラムとかはちょいちょい入ったりしよっけ、はい、と覗いてみてください、はい、ちょっともう投げちゃおうっと、いい、投げちゃおうっと、どうぞ、待ちきらんけん投げちゃおう、あ、いいな、裸シーラスルイよ、それほら、ちょうど正面に来た、これ右に投げてみて、投げちゃおう、投げます、はい、はい、ほら来た、やっぱこの場所やね、ほんとこの場所や、これ投げすぎた、狭いからほんとこの場所ぐらいやもんね、いつでも、あんまり、おっ、あー、なるほど、なんか、練り子ってちょっと赤みがかって見える時あるよね、あるある、はいかと思った、狭い、ほんとや、もう目の前おるやん、釣れたー、おー、ナイスー、
ついてきとったやつや、妖怪に。ちょっと大きい。おお、ちょっと大きい。大きい、大きい。サイズあった。なんか大きいっていうか、えらい太っとる。すごいっすね、丸々しとる。すごい、丸々。太っとるね、いいやん、それ。なんか丸々してますね。俺とリリースしようかな、ちっちゃすぎた。リリースします。はい、よいしょ。よいしょ。ちょっと軸が、軸が絡まったんで。はい。あとちょっと届きます。逆やけど。ナイスナイス。胸足リリースしよったら連れとった。おおか。片手でリリースだ、ついとった。あ、これさっきより重い。あ、これも片手一緒ぐらいの感じだな。軽いですか。あ、いや、ちょっとちっちゃいけど、でも、あの、アベレージサイズ。ナイスナイス。ちょうどもう、ちょっと下の方、置いとってみよう。やめたやめた。マジやね。もう結構、もう、うん、結構釣れちゃったよ。すごい。え、なんか船長が？え？メリゴーがいっぱい釣れてすごいね。うん。ってことは船長が？船長は普通釣り手だね。多分おいがあの島向かい寄ってもちょっと寄るもん。いや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 。絶対。ここのね、狙い方も違うっちゃ。あ、そうね、浅瀬やろ。そう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 。風にいつも俺も。違う違う。入る角度が。角度が。角度ちょうだいじゃんけ。じゃあ宗男君のおかげやね。さやろう。さやろう。嬉しそう。次の魚狙い行くね。はい。見て、こんな楽しいの。発見しましたね。めっちゃ楽しいんだけど。何匹いるかな今。だいぶもう。だって一人一匹以上いるから。ぐらい、3匹ぐらい釣った。リリース1の俺も1釣ったけど。7。あ、十分十分、食べる分には十分ってことで、移動しますか。はい、移動しましょう。はい、根、はい、魚狙い、根魚とかヒラメとか、ヒラマサブリ、まあ別の魚種狙いに行きましょう。そうですね、移動します。はい、じゃあ動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。